ははははは、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 だ、ダメだ、頭がどうにかなってしまいそうだ。早く、俺に、極上の物を。スプラで一番のスペシャルは、ウルトラハンコ。事前に打ち合わせした合言葉通り、取引相手はあんたで間違いなさそうだな。遅かったじゃないか、待ち合わせの15分前には到着しておくのが常識だろう。かあ、これだから裏の商売人は、かあ、常識がなっちゃいねえ、かあ。おいおいひどい言われようだ。こっちだって都合ってもんがある。最近じゃスプラ警察の目も厳しい。本来ここまで来るのにもかなりのリスクを背負ってきているんだ。あまりしのごの言うのはよしてくれ。まあいい、それよりブツだ。早くブツをよこせ。せっかちだなあんた、まず先に出すもんだしな。これでいいだろ。ふむ、確かに提示した金額通りだ。わかったならさっさとブツをよこしやがれ。もう手の震えが抑えきれねえ。くく、ジャンキーめ。ほら、あんたが求めてたブツだ。よー、よー、この時を待ちわびていたぞー。ニンテンドーアニボスプラトゥーンシリーズ、タコボーイタコタコがあるがついに私中に。どこの店舗も予約抽選に落ち、もう手に入れることが不可能かと思っていた。ふぅー、はぁ、決まるぜ、こうでは。へへ、気に入ってもらえて何よりだぜ。黙れテンバイヤー、そもそも貴様らテンバイヤーが世にはびこっているせいで、俺みたいな本当に必要としている人が割を食うんだ。くそ、テンバイヤーなんてこの世からいなくなればいいのに。バカが、この世からテンバイがなくなるわけねえだろ。なんだと。テンバイってのは意外と一定数の人たちから需要があるのさ。てか、お前も俺たちを利用している時点でそのうちの一人なわけだが、心から必要とされているされていないかは置いといて、実際あんたのような転売屋から割高で買い取ってくれる人がそれなりにいるわけだろ。ならタラスは、絶対に釣れると確約されている釣り堀に、釣り糸を垂らさない釣り人はいねえよ。それが金ならなおさらな。しかもエビでタイが釣れるがごとく、定価の何倍もの値段でも売れると来たもんだ。俺たち転売屋にとって、これ以上ない商材さ。まあそう悲観的になるなよ。あんたは少し割高だが、無事アミーボを手に入れられて、俺はそれで儲けられた。つまりウィンウィンじゃないか。家庭はどうであれ、お互いそれで幸せ、何よりじゃないか。ぐぬぬぬぬ、物は言おうか。そういうことで、この取引は無事終了だ。もちろん、このことは他言無用で頼むぜ。あら、他言されて何かまずいことでもあるのかしら。よ。はーい、バンカラ警察でーす。違法な取引をしていると匿名の通報がありました。あなたたちが当事者の方々ですね。署までご同行願います。なんだこのムチムチ黒タイツの大人のお姉さんは。セキュリティが高い。っていうか違法な取引だって。冗談じゃない。別に違法な取引はしていませんよ。ただこの人からアミーボ定価より割高で購入しただけです。おいだからやめろ。お父さん、知らないようですから申し上げておきますが、このバンカラ街ではアミーボの転売は違法なんです。なんだってそうなんです。アミーボ転売は違法なんです。少なくともこのバンカラ街ではね。そういうことですので、一緒に署までご同行願います。冗談じゃねえ。アミーボ転売はこの街じゃ重罪。捕まれば即実刑だ。人生つむってレベルじゃねえぞ。こんなの逃亡一択だわ。あ、こら、待ちなさい。シオーン、そっち行ったぞー。えへへ、シオン警部、犯人を逮捕するであります。さあ止まれー。止まらないと逮捕する。シオンのあれは、話、だぞ。もうなんだよ今のタイトルコールは。シオン殺されてないよ。ほらこうして生きてるよ。シオンさん大丈夫？すごい鼻血のようだったけど。あうん、大丈夫。シオンこの世界に来てご飯いっぱいもりもり食べてるからね。あのくらいで貧血にはならないよ。ならいいんですけど、さっきの人、アミーボ転売に加えシオンさんに暴行を。これはアミーボ転売禁止違反プラス公務執行妨害罪プラス傷害罪の込み込みね。さらにこの霊夢さんに無駄な労働をさせたことで何らかの労働基準法に違反してるとして罰則ポイントプラス。さらにさらに今さっきこいつヨウムちゃんにいやらしい寝つきをしたとして猥褻罪および、ヨウムちゃん死刑罪で死刑は免れないだろうね。ついでにこの際だからアリスの施設ワゴンを縁石にぶつけたのはこいつってことにしよう。それはあんたが今日やらかしたことでしょうが。シオンのプリンを盗み食いしたのは多分こいつだぞ。そうだったの。スプラで通信障害を起こしてるのも多分こいつの仕業で。このオーダー中に借金があるのも全てこの人の仕業かもしれませんね。お前らは俺の人生が飛んでるからって何でもかんでも押し付けてんじゃねえよ。オーダー中にも事があるだろ。こんなのなおさら、マジなおさら捕まるわけにはいかんだろ。犯人の逃走心に火をつける形になってしまいましたが、ならばピックさせるまでだぜ。それがうちのチャンネルのやり方さ。わかったかい小石ちゃん。わー、露骨に引いとるー。こっこそ小石ちゃん違うんだぞ。チャンネル全員がこんな満足的な考えしてるわけじゃないぞ。少なくとも不安は正常だぞ。満足の不全かがなんか答えとりますで。我、空を支配する者、すなわちこの世の全てを治める者なり、巷で空飛ぶ棺桶なんて馬鹿にされているけど、空を飛べて弱いはずがないよね。そう言ってる人はおそらくジェットヒットリンかスプライアブレイだけだろうね。間違いない。あら、生きるか。まあ最低限仕事はした方だよね。空の支配者ジェッパのおかげで関門は突破したよ。で、今更ながらだけど今回使っている武器はクーゲルシュライバー君だよ。短射程モードと長射程モードを使い分けて戦える少し変わった武器ね。長射程がクーゲルシュライバーにも関わらずこの人速の速さよ。意外と強強武器の匂いがプンプンしまくる。意外とデンジャラス。油断して最小限でかわしたつもりが爆風ダメージが加算でデスすることがあるよね。危うくその悪い例を追加するところだったよ。先ほどのマルミサでここ取られちゃったね。マルミサの裏に津波は後でツイッターやミちゃんに書き込むとして今はここの奪還が最優先だ。すみませんヨウムさんってこんなにヤバい人でしたっけ。あははやだな。小石ちゃん今のは冗談じゃないか。ヨウムがヤバいのは周知の事実だよね。スプラチューニック脱ぎ出すし。いやそれヨウムのせいじゃね。よーし、オンたちは少しも攻撃の手を緩めない。スピナーブックインズから繰り出される射程の暴力。やはりスプラは射程でー、射程は全てを解決する。果たして鉄さんはこの猛攻に、滅びずにはいられるかな。さっきから南やからにインクまき散らしてるようにしか見えないよ。まあスプラトゥーンで1日の外から見たら適当にインクばらまいているようにしか見えないかもね。しかしこれらは全て緻密な計算によって導き出された最前提なのだ。すごいなー。何その乾いた反応にかわいそうな人を見るようなにはー。ごめんて、全部冗談。ちょっと見栄を張りたかっただけなんだ。てか、そんなもんに騙される人類はいねえよ。むむむ、しかし全流星、緻密な計算がなっちゃって射程のご利用しで十分手出すことができる。やはりクーゲル最高か。射程もあってこのフットワークの軽さ、もしやクーゲルってスピナー系武器最強格ではなかろうか。スペシャルもジェッパとかに捨てたしね。なのにどうして最強のクーゲルがここまで普及しないのかが不思議だ。みんなを空に飛びたくない。今だこれ
れがジェッパが空飛ぶ棺桶と呼ばれるねんね。実際ジェッパって借りやすいですもんね。ふふー、シオンは認めないよ。今のはシオンの飛行連動が問題だったんだよ。前後左右移動はともかく、ジェッパは上下移動もできるから、それらをうまく扱えれば今より最高のジェッパ運用ができるはず。先ほどはその上下移動とやらで買わせましたか。あれは何してもダメだったね。え、嘘。じゃあここまでみんな使ってない理由って Google の強みであるはずのジェッパが原因なんですか。もはやそのジェッパが弱みだと言っても過言かもしれないし、過言じゃないかもしれないレベル。正直あのウルトラハンコよりも不遇かもしれないレベルだと思うぜ。なにー、あのウルトラハンコ先輩よりヤバいと思うすか。それはさすがに盛りすぎだと思うけど。なに今さらひよってやがる。ジェッパの強さをお前自身が証明するんだよ。うちのチャンネルはいつもそうやって弱いスペシャルを救済したがるよね。そんなプレイも上手くもないのに、こういうのはもっとプロの方に任せた方がいいと思うな。あっせい、今日のこいつなんかノリ悪いぜ。あ、でも溜まっちゃったーな。使わなくてもいい状況だけど使ってもいいか。どうせ合ってないようなスペシャルだ。強いの中でのジェッパパックの評価が明らか変わってるわ。ほらこれ2回バックダメージ与えてるんだけどさ、これ合計で60から80ダメージしか入ってないんだよね。確かにお世辞にも強いとは言えない。これがジェットパックなのか。けどメインは本当に気に入ってるんだよね。前線に出ても意外と安定するし、敵も比較的少ないし、これからよくよくはクーゲルの別モデル武器が追加されるだろうし、そっちの方にしたいかな。ってことで終始こちらが優勢のまま残り数秒。最後はシオンが華麗に決める。運営さん、今度のクーゲルにはナイス玉をつけてくれると嬉しいな。この試合は難なく勝つことができました。地理賞、ここまでか。関連したようで何よりよ。あなたには聞きたいことが山ほどあるわ。あなたを動かしている黒幕の正体に、このアミーボ転売事業に関わっている組織、それと今まで売りさばいてきた顧客リストの所在についても書でみっちり聞かせてもらうわ。覚悟していなさい。もはやおっさんならともかく、お姉さんが取り調べしてくれるってんならいくらでも付き合ってやるぜ。はいはい、私が取り調べにつくから正直に答えてちょうだいね。なんすかロナニー、改まって話って真面目な話とか柄じゃないっしょ。まあそれなりに面倒な話でな。まずは今更になっちまったが、俺がなぜお前の元にやってきたか、それを話すよ。私の監視でしょ。来ると思ってたよ。ノブ兄が行方不明になって、ばあ様や兄貴たちが私を疑わないはずがないもんね。ノブの件については一族全員そこまで関心を持っちゃいねえ。あいつは田中一族の恥さらしの扱いだ。純血のくせして何の力も持っちゃいなかったからな。そんな奴がどっか行方不明になったところで一族の偉い連中は気にしていない。あ、そう。相変わらずノブ兄に対してはみんな冷たいね。じゃあ、なんだろ？それ以外に私に用あるか？ミキちゃんも本家にいた時ばあ様から何度か聞かされたことがあると思うが、山田一族。今では山田財閥とかで俺たち田中一族とは比較にならないくらいの財を得ている奴らだが、ついに動き出したんだとさ。今は古き神々の力の発掘だったり、ミキちゃんみたいな妖の気をさらって人体実験をやってるとか。まあここまで言えばわかるだろ。俺はミキちゃんをそいつらから護衛するためにわざわざこんな空気の悪いとこまで起こしてたってわけだ。場合によっちゃ、俺と一緒に本家へ帰ってもらうことにもなるかもしれんが、そこら辺は理解の方頼むぜ。なあ、聞いとるか。ロナミーってさ、私と一族、どちらが若につけって言われたらさ、どっちにつく？勘弁してくれよ。まあ、そうだな。俺はいつでも、余裕の味方だからな。